サンフランシスコはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の24番艦。艦名はカリフォルニア州サンフランシスコにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはニューオーリンズ90巡洋艦5番艦以来3隻目。サンフランシスコは1975年8月1日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に建造発注され、 1977年5月26日に寄港した。1979年10月27日にロバート・ワイ・コーフマン夫人によって命名浸水し、1981年4月24日に艦長 J アレン・マーシャル中佐の指揮下収益する。収益後の公師公開に引き続いてサンフランシスコは太平洋艦隊潜水艦部隊に合流し、 母校の真珠湾に移動する。サンフランシスコは第七艦隊で1982年、85年、86年に配備を完了し、1986年及び88年に様々な作戦に参加。1985年と88年には第七潜水戦隊で戦闘効率賞を受賞した。 サンフランシスコは1989年から1990年まで新珠湾で近代化改修が行われ、その後1992年、94年には西太平洋へ配備された。1994年にはその戦術行動における優秀性で舞台軍交渉を受賞した。2002年12月18日にサンフランシスコは新たな母校のアプラ港に到着した。 2005年1月8日の2時頃にサンフランシスコはグアム南方 560km の海域で海山に衝突した。サンフランシスコは500フィートの深さを35ノットの速度で航行中であった。衝突の衝撃は激しく、船体は大きく損傷した。全部バラストタンクが破裂し、浮力は大きく低下した。 23名の乗組員が負傷し、機関兵のジョセフ・アラン・アシュレイは、東部外省のため1月9日に死亡した。サンフランシスコは、バラストタンクとソナードームを激しく破損したが、船体内部への損傷はなく、原子炉への影響もなかった。サンフランシスコは浮上し、ガルベストナアイランド、ストックハムキスカに伴われ、メガヘルツマイナス 60S ナイトホーク、昇海ヘリコプター及び、 P-3 オライオン紹介機が警戒飛行する中1月10日にグアムに到着した。海軍は直ちに他の潜水艦及び水上艦がサンフランシスコに衝突した可能性はないと発表した。その後艦ドックでサンフランシスコは検査が行われ、海図中に表示されたミヤマに衝突したことが明らかになった。サンフランシスコ艦長のケビン・ムーニー中佐は 事故原因調査の間、グアムで配置替えされた。調査が完了すると、ムーニー・チューは、その良好な経歴にもかかわらず、いくつかの重大な広報及び公開立案手続きをサンフランシスコで行っていなかったことが明らかになった。そのため、海軍はムーニー・チューを解任し、司法外の懲戒を行った。乗組員6名も、懲戒審査会の聴聞で、 職務怠慢と感を危険にさらしたとして降格及び、懲戒が行われた。事故後の乗組員の活動に対しては、20名の士官及び兵が、賞賛状、海軍海兵隊功績メダル、海軍海兵隊賞賛メダル、及び勲行メダルを受賞した。サンフランシスコが衝突した宮マは、 当時艦で使用していた海図には表示されていなかった。しかし他の海図には変色した海水が表示され、それはミヤマの存在を示していた。海軍はミヤマに関する情報が海図に移されていなければならなかったと決定した。そしてそれが行われていなかったことは適切な手続きが行われていなかったことを表した。サンフランシスコは 最近核燃料を交換し、2017年まで現役にあることを期待されたが、そのために海軍は艦を修理するのが最善であると決定した。サンフランシスコは本格修理のためピュージェットサウンド海軍造船所入りすることとなった。浮力を改善するためグアムで応急修理が行われ、新ワン経由でピュージェットサウンド海軍造船所に向かい、 2005年8月26日に到着した。サンフランシスコは、監渉部分を大きく破損し、機密室も歪んでいたため、全部区画の一部は2006年に退役した、ホノルルのものと交換された。これは、ホノルルの原子炉オーバーホール費用が1億7000万ドルと見積もられたのに対し、サンフランシスコの全部区画の交換は7900万ドルで、済むと見積もられたためである。 カンドックのサンフランシスコピュージェットサウンド海群像戦所に開港するための応急修理が行われた後の状態。2005年5月。2008年10月10日に全部区画の交換工事が無事完了し、サンフランシスコはドックを出去した。この工事では、ホノルルからバラストタンクとソナードームを含む500トン以上の区画がサンフランシスコに移植された。 2009年4月に修理作業が完工して海場公務が行われ母校はカリフォルニア州サンディエゴのポイントロマ海軍基地に移った。サンフランシスコは2016年10月にジェフ・ユルゲンス中佐の指揮の下、最後の紹介活動を終えてポイントロマに寄港した。監視転換に向けて母校はノーホークに変更され2016年11月4日に 退役式典が行われた。今後は、カリフォルニア州チャールストンにある海軍、原子力訓練コマンド霊下の原子力学校において、軽流訓練艦として運用される予定である。ありがとうございます。